11月14日火曜日、全国のお天気をお伝えします。西日本や東日本は1日の中の寒暖差に注意が必要です。今日の九州地方から関東地方にかけて太平洋側を中心にしっかりと日差しが届きます。一方で北陸地方から東北地方、日本海側は朝から雨が降るところがあり、局地的にざっと強まることもありますので注意が必要です。東北地方、太平洋側も日差しが届いても午前中を中心ににわか雨の可能性があります。外出の際は雨具をご用意ください。北海道は道北や道央で昼過ぎにかけて雪が降りやすく、どかどかと強まる恐れもあります。雪の降り方にお気をつけください。気温見ていきますと、西日本、東日本、昨日よりも気温が上がるところが多く、一日の寒暖差に注意が必要です。北日本では一日を通して暖かい装いでお過ごしください。最新の気象情報は天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。